前半の1企画やっていきたいと思います。本日で14回目やっていきたいと思います。さあ行きましょう。エコフウスタタワー。さあということで、本日のマリオカート8デラックス、本日はですね、サワヤンさんに捧げるマリオカート8デラックスにしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあということでね、まあサムネット、題名にもありますよ。もうみんな、多分ね、そういう、まあ、そのも、それを聞きたくて、多分ここの、動画に来てると思うんですけども、先日ね、フィジークの、大会見に行かさせていただきました。で、そこでね、まあ、サワヤさんの、まあ、勇姿、まあ、その他のね、方たちもすごかったんですけども、まあ、それを見させていただいて、まあ、それとともに、まあ、サワヤさんの、まあ、ご好意で、ちょっと、まあ、そこでね、まあ、写真とか、あとはなんだろうな、まあ、こう、お話とかね、少し、こう、させていただきました。まあ、そこでね、ちょっとまあ、こう坂の上田村と太郎はどうするべきかみたいなところまでなんかちょっとね、まあ軽くちょっとお話をさせていただきまして、まあちょっとまあそれについてね、ちょっとこの次のレースからね、ちょっと少し話していこうかなと思います。まあそこまでね、話す時間っていうのはそこまでなかったし、あと俺がちょっと緊張しすぎてもう頭バグってたから、正直俺がサワヤさんに何を伝えたかっていうと言ったところは正直覚えてません。ただ本当に伝わったサワヤさんから言ってもらったことはめちゃくちゃ覚えてるんで、そこについてちょっとお話ししていこうかなと、思っております。皆さん最後までご視聴どうぞよろしくお願いいたします。いやめちゃくちゃ緊張したわ。すっげえ緊張した。もうヤン君もサワさんも顔小さすぎ本当に小さすぎるし、てかもう、なんだろうな、沢さんがもうフランクすぎた。それもめちゃくちゃあって、本当にやばかったです。はい。ということで、まあそれも含め全部ね、ちょっと次のレースからお話ししていこうと思います。そしてフィジークの大会についてもね、本当初めてだったのにすごい楽しめたので、まあそれについてもちょっとね、お話ししていこうかなと思いますので、はい、皆さん見てて、くださると幸いでございます。よろしくお願いします。さあ、ということで、ちょっとやばいんですけども、かなりちょっとやばい気がする。オッケー、いいね、悪くないよ。この流れは悪くない、なかなか悪くなくて、で、これ使っちゃうんだよね。それで使っちゃって、さあ、こっからどうなるか、1に何か制裁を。もう止まっていいよ、そこ止まっていいよ、すぐ、オッケー、ストップ、ナイス、よし、いける、マジでいける、頼む、もう、兵法使いたくない、もう兵法一生使いたくない、だけどもー、やーい、しわと、しわ。サワヤンさんは、本当に、偉大でした。ということをね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。さあ、ということで、ニューヨークドリーマーね、行きましょう。エコークー嘘でーさあ、行きましょう。ということでね、サムネにある通り、サワヤンさんとお写真の方、撮らせていただきました。で、まぁ、ちょっとね、本当に簡単に、全部はちょっとお話できないので、ちょっと、お話を、要約させていただくと、まずね、俺から言ったこととしては、応援してますということと、ほんと、コート一番ね、まず最初にね、もう、謝りました。サワヤンの弟子として勝手に名乗らせてもらって本当にすいませんみたいな。そんな感じをね、ちょっとまずはお話しさせていただいたら、いや全然みたいな形でね、サワさんもヤンさんも言ってくれて、本当にそこでね、ちょっと心が、少し、軽くなりましたと、言ったところと、とはいえ、めちゃくちゃ、本当にパニックってたんで、もう緊張しすぎてたんで、ちょっとね、もう俺、ほとんど俺が言ったことってマジで覚えてないんですけども、だけど、そう言ってもらったことはすごい覚えてて、で、サワさんに、まずね、坂上田村太郎と、お前の動画めちゃくちゃ見てるぞと、めちゃくちゃというか、もうほとんど見てるぞと、そう言ってもらえてまず嬉しかったっていうのは一つ覚えてて、で、もう一つはね、ちょっと待って、ちょっと走りめちゃくちゃすぎて申し訳ないんだけど、そう、それで、それで今後について、ちょっとお話を、ちょっとしてもらったんだけど、今後について、坂上田村太郎は、このまま、俺の路線でもしやったとしても、俺に追いつけないぞと。俺がもう先走ってるから追いつけないぞと。だから、新しい路線で頑張れと言われてしまいました。言われてしまったというか、言っていただいたというか、そういう感じではあるんですけども、それでね、俺もその時さ、じゃあ他の路線でめっちゃ頑張りますって言えないからさ、その時は何も言わなかったけど、そう。だけど、すごい未だにね、それがすごい今まだ考え途中ということで、だけど、すごいね、いい言葉かけてもらったので、本当に、嬉しかったです。はい。ということで、これからもね、一応、サワヤン弟子としてまだまだ頑張るんですけども、少し考えなきゃいけないなと思った、そういう、すごい大きな一日でした。けど、そのお話以外にも、サワヤンさんのすごいところがあるので、ちょっと話したいと思います。ここ。よし、スタート。それもね、写真撮影とか、握手とかって、いろいろしてる中で、
まあ本当にさ、そのさやつもまあ1時ぐらいからかな、1時ぐらいからこうそれをそのさ、なんか長蛇の列ができて、で写真の撮影とか握手とか一人一人対応してたんだけど、それをね、まあ4時ぐらいまでやってたんだよ。4時ぐらいまでやってて、でめちゃくちゃもう全員に対してさ、もう笑顔で、もうほんと全部受け答えに対しても全力で、もうありがとうとかめっちゃさ全力で言っててさ、もうすごかったよね。3時間もしかも立ちっぱなし、もうしかも名古屋のその時の天気多分30度ぐらいあったんじゃないかな。めちゃくちゃ暑かったのね。めちゃくちゃ暑いところでもうあの立ちっぱなしで、ね、その対応ずーっとやってたから、いや本当にすごいなっていうのとともに、やっぱりそのファンの方たちもすごいさ、その会えたりとかさ、写真とか撮ったり握手したりとかさ、そういう対応に対してめちゃくちゃ満足してたし、もう本当にね、なんか、うん、素晴らしいなと思った。デスターもデスターの方たちも素晴らしいと思ったけど、まあそれに対して、まあ対応する澤谷さんも本当に素晴らしいと思って、やっぱり目指すべき人はね、もうこの人で間違いなかったなと、うん、すごい思いましたね。はい。ということで、本当、澤谷さん、もうお二人、それとね、また、エリマネさんもね、本当に、本当お話しさせていただきまして、ありがとうございました。はい、ついてですわー、カラサバやっていきたいと思います。さあ、ということで、一応ね、サワヤンさんのことについてはもうね、2レース分話したので、ちょっと次はフィジーク大会のことについて話そうかなと思います。行きましょう。めちゃくちゃ噛みまくって申し訳ないんですけども、そのフィジーク大会ね、本当に、初めて、本当ボディービル、まあ、フィジークっていう大会にね、行かせていただいたんですけども、まあ、会場の雰囲気も、まあ、本当にすごかったっていうのもあったんだけど、やっぱり一人一人の選手のね、まあ、その熱量、うん、もう本当になんかこの1日のためにもうなんかこう全部さ、そうもう捧げてきたっていうわけだよ。まあその人たちのさ、まあそのなんだろうな、本当にまあ悔しさだったりめっちゃ喜びだったりっていうのが本当垣間見えて、本当に楽しみました。そして何よりね、まあ MC の方が本当になんだろうな、そのなんつうの、その用語、フィジークの用語についてとか、まあ、ここだったら、こう、ファーストコールっていうのがありますとか、ファイナルコールっていうのがありますとか、なんかそういう、あとこの今のやってるコンテストについては、こういうことです、みたいなことまですごい事細かく、初めての人にもわかりやすいように、こう説明してる、してくれるような、そういう感じでやってくださったので、本当に楽しかったし、わかりやすかったし、うん、本当にね、本当一回そういう、その現場の雰囲気をみんなにマジで味わってほしい。うん。そんな、大会だった。うん。本当、誰でも楽しめる。うん。そして、選手の人たちも、なんか本当ファンになった。うん。本当にすごくね、なんだろう、行ってよかった。うん。今年多分一番ぐらいに行ってよかった、なんか、ところって感じでしたね。うん。なのでぜひとも皆さんね、もしご興味あ、まあ、ご興味あるというか、なんかそういうもし行くきっかけとかあればぜひとも行っていただきたいと、思いました。はい、ということで、ちょっと待って、本当にマリオカートの方がさ、ちょっと本当にやばいんだけどさ、なんとかしていかないとねって話。さあ、ということで、まあ、ここで一回止まってほしい。どう？止まってくんない？止まってくれないのが、このキラーでございます。さあ、ということで、まあなかなかいいところまで来てるけど、さあこれジャンピングして OK よ。さあ、もう一回ジャンプしちゃおう。もう一回ジャンプしちゃおう。あ、オッケー、いいね。さあ、ここ絶対ダブル？絶対ダブル欲しかったね。ダブル欲しかったよ。いや、いらないね。終わったね。うん。だいぶ終わったね。うん。もう今日やばいね。うん。マリオカートについてはもうやばいけど、ちょっとサマヤンさん関連のことについてお話できるっていうのは本当に、なんだろうな、もう興奮して、興奮が止まないと。うん。そんな形でございます。なので、なんか悔しいとかっていう感情もあんまりない。うん。いや、悔しいよ。悔しいけど、それ以上に、まあ、興奮してます。はい。ということで、うん、すごいね。なんとかね。ということで、本日、このコースで最終レースにしたいと思います。本当に、ありがとうございました。本当に。もう、何も、本当にちょっと言うことがないです。ここ。スタート。まあ、本当に会場にね、まあ、その、サワヤさん目的で、来たとはいえ、まあ、坂上田村との知ってますということで、ちょっとお声掛け、してくださった方もね、本当にありがとうございました。まあ、本当にもちろんね、サワヤの弟子っていうので、見たことあるっていう人もね、中にはいてね、それで声かけてくださった方、本当にありがとうございました。まあ、本当に、そうね、まあ、それも、もう全部ね、まあ、サワヤさんのおかげなんですけども、本当にね、いやー、ちょっと、本当に感無量でした。うん、もう言葉があんまり見つからない。そんな、こんなで、ちょっとこの最終レースで走っていきたいと思います。ちょっと今日こそはこのね、終わらせたいのよ、こいつ。うん、この平方くん。この平方くんもう終わらせたいのよ、こいつ。クソ邪魔なのよ、はっきり言って。もう、3回目よ、こいつ。もうそろそろ終わらせたい。そんなところでございます。さあ、ということで、
まあ、ちょっとこのハングオンね、一曲かなり難しいんですけども、まあ、そんなね、弱音は吐かない。うん、もう決めた。俺もう弱音吐かないスタイルでいく。なんかもう、サワヤさんのああいう姿、もう見させていただいて、もう弱音なんて吐いてらんねえなと。うん、本当にそんな、形でやらせていただいてました。そしてね、まあ、フィジークね、そう、結果的にはもちろんさ、まあ、なんか、ね、もちろんすごかったんですけども、うん、本当にね、なんですかね、もう、俺もああいうフィジークとか、まあ、フィジークではない別の形になるかもしれないけど、そうけどね、まあ、ああいうそういうのも、まあ、フィジークもいいんじゃないかな、っていうか、まあ、なんかこうやる一つの、まあ、その手段なんのかなっていう、うん、そんな形だと思いました。はい、ということでちょっと話がまとまらないんですけども、本当にごめんなさい。ちょっと本当に話まとまらなすぎて申し訳ないです、今日は。うん、もう本当にそれぐらい結構ね、まあ、楽しかったですよっていうことは本当にお伝えできたらなと思っております。本当に、はい、ということで、さあ、2位まで浮上、まあ、あとはあいつを抜かすだけね。さあ、ここでガッツリダブ取って、さあ、青コラいってる、それはでかいよ、それは青コラでかい。よし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 、行くぞ、このまま行くぞ。さあ、よしよし、当たってるね。はい、でこれでもう一回出ちゃう。はい、ドマイ、さあ、来た、ようやくこのヘイフォーで1位を取れる。そして、沢谷さん、これからもどうぞ末永く頑張ってください。俺は応援しています。ありがとうございます。一位獲得者。